サルトサーキットの事故現場に置かれるメモリアルプレート1955年のルマン24時間レースは23回目のルマン24時間レースまたスポーツカー世界選手権第4戦として1955年6月11日から6月12日にかけてフランスのサルトサーキットで行われた23回目となるこの大会では接触事故で メルセデスベンツ 300SLR が爆発炎上し、ドライバーのペエール・ルベート、観客83名が死亡するという、モータースポーツ史上最悪の惨事が発生した。戦後再開後7回目を数える。この年のレースは、イギリスのジャガー、イタリアのフェラーリ、ドイツのメルセデスベンツという3大ワークスの対決が注目された。1951年、 1953年大会の勝者であるジャガーは前年登場したパワーアシスト付きの四輪ディスクブレーキを備え最高速に優れる流線型のボディを持つ D タイプの改良系を投入した。1949年、1954年大会の勝者であるフェラーリはパワフルな4.4リットルエンジンを搭載する 121LM を投入。 前年は雨混じりのコンディションの中、フェラーリがジャガーの追走をかわして、僅差で逃げ切るという展開であった。そして、1952年の勝者であるメルセデス・ベンツは、ガソリン直噴エンジン、エアブレーキなどの斬新な機構を持つ 300SLR で3年ぶりに参戦。ファンマヌエル・ファンジオとスターリング・モスという新旧、スタードライバーがコンビを組んだ。 6月11日午後4時、恒例のルマン式スタートでレースは始まった。フェラーリのエース、エウジェニオ・カステロッティが、コースタートを切り、ジャガーのエース、マイカ・ホーソーンが続いた。メルセデスのファンジオはマシンに乗り込むサイズボーを、シフトレバーに引っ掛けるという失態で14位と、出遅れたが、すぐさま3位に浮上した。ホーソーンとファンジオは、カステロッティを抜き、 前年の最速ラップ記録を更新するハイペースでトップ争いを続けた。2時間経過後は、放送音、ファンジオから遅れて、カステロッティ、ウンベルト・マリオリ、カール・クリング、ピエール・ルベイという順位。2時間半に近づき、各社とも最初のピットストップの時間を迎えた。まずフェラーリ勢が、ピットインし、ジャガー、メルセデス両陣営からもピットインの指示が出された。 衝突の瞬間午後6時28分、放送音はピット手前で周回遅れのランス・マックリンを追い抜きざま、ピットインのため減速した。マックリンが走行ラインを乱したところにルベイのメルセデスが追突して、宙を舞い、観客席のそばに落下して爆発した。マシンから引きちぎれた部品が砲弾のようにグランドスタンドに飛び込み、観客を次々となぎ倒した。 過労死で多重事故は起きなかったが、スタンドは死傷者の救助活動と逃げ惑う人々で、騒然とし、爆心地のような惨状を呈した。大会主催者のフランス西部自動車クラブはレースを中止するとキロにつく観客で、周辺道路が渋滞し、救急車の運行が困難になると判断して、レースの続行を決めた。事故に絡んだジャガー、メルセデス両陣営とも、 レースから降りると過失を認めたと思われかねないと判断して走行を続けた。その後フェラーリ勢が故障で消え、日付が12日に変わる頃、ファンジオ、モス組のメルセデスは、放送音、アイバービューブ組のジャガーに2周の差をつけて、トップを守り、金差の3位にもメルセデスがつけていた。しかし、ダイムラーベンツ本社は世論への影響を考慮して、レース中止を指示。 チームは午前1時45分に2台のマシンを呼び戻し、多くの観客を支障せしめた責任をとり、両友、ルベー及び多くの死者に哀悼の意を表するとの声明を残して本国に帰還した。メルセデスは、ジャガー陣営にも自主リタイアを促したが、ジャガーのロフティ・イングランド監督はこれに応じなかった。これで、放送運、ビューブ組の主位は安泰となり、 24時間目の12日午後4時に優勝のチェッカーフラッグを受けた。大事故があり終盤は宇宙のレースとなったが優勝者の走行距離 4135.380km と平均速度時速 172.308km は大会新記録であった。2位はマセラティとの接戦を制したアストン・マーティン。3位はジャガーのプライベーターチーム。 エキュリー・フランコルシャンという結果となった。1.5リットルエンジンのポルシェは4位から6位を占める、検討を見せた。1955年のコース事故の状況図。ホーソーンのジャガー、マックリンのオースチン・ヒーレー、ルベーのメルセデス、カンジオのメルセデス接触事故の発生地点は高速、S 字カーブ、メゾン・ブランシェを抜けて、スタート、ゴールラインに向かう、直線区間で、 現在は車速を落とすためフォード主計員が設置されている。コース右手にはピット施設、左手には屋根付きのグランドスタンドがある。34周目走行中の位置関係は、マックリンのオースチンヒーレーの後方にクリングとルベーのメルセデス2台がおり、首位を争う放送音のジャガーとファンジオのメルセデスが追いついてきた。放送音はクリングとルベーを周回遅れにし、 マックリンの後方に迫る。クリングはピットインのため、ルベーとファンジオに道を譲る。マックリン、ホーソーン、ルベイ、ファンジオ、クリングの順で事故現場に差し掛かった。後方のジャガーとメルセデスを確認した、マックリンはコース右側を走り、左側のレーシングラインを譲った。ホーソーンはマックリンを左からかわした直後前方に割り込み、ピットインのため減速した。 ジャガーの四輪、ディスクブレーキの制動力は高く、マックリンは真後ろから追突しそうになった。驚いた、マックリンは急ブレーキをかけて、コース中央へ回避したが、四輪がスライドして姿勢が乱れた。ルベーは、マックリンを左から抜こうとしたがかわしきれず、後部に右前輪が乗り上げ中に待った。マックリンは突然大きな衝撃があり、 ルベイの車のタイヤが私の左耳をかすめた。排気熱まで感じられたほどだと語っている。マックリンは衝撃でスピンし、後ろ向きでコース上を滑った。ルベイのマシンはグランドスタンド側の防護土類の上に落下して転がるように数回バウンド。重量物のエンジンとサスペンションが引きちぎれ、運動エネルギーを保ちながらスタンドに飛散した。マシンは ピットとスタンドをつなぐ地下道階段の側壁に激突して爆発炎上。ルベイはマシンから放り出されて死亡した。ルベイの直後にいたファンジオは右側に進路を取り、マックリンとピットレーンで減速中の放送音の間にわずかなスペースを見つけて走り抜けた。マックリンは制御不能のままピットウォールにぶつかり、スタンド側へ弾き返されて止まった。 このサイピットレーンにいた警察官や記者数人が引かれた。真っ黒に怪我はなく、直ちにマシンから脱出した。消火作業と撤去作業でホームストレート付近は混乱し、シャルル・ファルー大会委員長がコース上出来旗を振って後続車に減速を促した。放送音はジャガーのピットをオーバーランして70メートル先で停車したが、この位置では ルール上ドライバー交代できないため、もう一周して再度ピットインした。レース後サモン委員会が設けられ、関係者の事情聴取や現場検証が行われた。各国のメディアで、事故原因を究明する報道がなされたが、5ヶ月の調査の後、サモン委員会は、大会主催者及びいずれのドライバーチームにも責任はないとの結論を下した。当時の一般的なサーキットは、ピットレーンと、 本コースが区切られておらず、ピットに出入りする低速のマシンと高速走行中のマシンが接触する危険性は常にあった。しかも、サルトサーキットの場合は、コース幅が非常に狭く、ピットへの減速レーンが設けられていなかったため、周回遅れのマックリンとピットへ向かう放送音が同じ車線を通る結果を招いた。さらに、ピットレーン手前は緩やかな右コーナーとなっているため、 コースアウトすると、コース左側の観客席に向かう格好となる上、観客席がコースに近く防護柵などが備わっていなかったことも、被害の拡大に影響した。マックリンは、自己調査の専門家から聞いた話として、もしルベーのマシンの飛んだ方向が15センチメートル、ずれていたら、階段の壁に当たらず、スタンドに飛び込み1000人以上は死傷していただろう。自分か、ファンジオが放送音にぶつかって、 ピットに飛び込んだら燃料タンクのあるピットは大火災になっただろうと語っている。本県の後、西武自動車クラブは自治体から多額の借款を受けて改修工事を行い、ピット施設を取り壊してコース幅を広げた。スタンドとコースの間には溝が設けられた。また、ドライバーがチームの指示を見やすくなるよう、ユノディエールの直線の終わりの低速コーナー、 ミュルサンヌにサインボードエリアが新設された。これらの準備のため、1956年大会は、例年より1ヶ月遅い7月28日から7月29日に開催された。フランスのマスコミは、放送音の車線変更と原則が不適切な判断であったとして批判した。ピットイン直前に周回遅れを抜く必要があったのか、あるいは停車位置をオーバーランしたことから、 ファンジオとの主役争いに熱中しすぎて、ピットインを忘れ、慌ててピットに滑り込もうとしたのではないかと疑われた。放送音は、自伝、チャレンジメザーレースの中で、マックリンを抜きつつ、進路変更するだけの余裕があると計算し、ピットが近づいてきたので片手を上げ、ブレーキをかけ、進路を変えた、目前の事故に呆然としたため、ピットの前を通り過ぎてしまったと説明した。 ジャガーチームのロフティ・イングランド監督は、周回遅れよりも、数段早い車に乗れ放送音の判断は、適切だったと擁護し、マックリンは後続に注意を払っていて、放送音のブレーキングに気づくのが遅れたのではないかと、試験を述べている。自動車ジャーナリストのポール・フレイルも、同様の見解で、ピットまで 1km の間周回遅れの後ろで、待つ必要はなかったとしている。マックリンは、 放送の進路変更をファンジオとの戦闘交代で観客を楽しませる余興と思ったが直後に自分の20から30メートル前で突然ブレーキングを開始したと供述している。放送の事前が出版されるとデイリーミラー市上で合図など一切見なかったし私の前に十分なスペースなどなかったと反論し放送の相手取り誹謗を申し立てる訴訟を起こした。 事故直後の放送音は動揺し、もうおしまいだ、車には乗らないと漏らしたが、レースに参加し続けた。ゴール後には、優勝者に贈られるシャンパンを飲み干しながら高笑いした、ことが批判の対象となった。フランスの自動車雑誌、ロトジュルナルは、この場面の写真に、A、ボトラサンテ、ムッシュ放送音、と皮肉な見出しをつけた。事故死したルベのチームメイトで、 当時彼の後方を走行し、コックピットから事故の一部始終を目撃したファンマヌエル・ファンジオは、自身が出演した映画、グレート・ドライバーの中で事故の経緯について模型を用いながら解説している。この映画の中では、批判の的となった放送のピットインについて、ピット手前360メートルからの減速で、ルール上問題はなかったとフォローの立場を取っている。 またその後マクリンが放送部を左側から追い越し、さらにクリングがコース左側からピットに向かって進路を右に変えた結果、ルベーが行き場を失って悲劇が起きたと語り、自分は奇跡的に難を免れたがその背後は地獄だったと結んでいる。上記はあくまで映画撮影当時におけるファンジオ自身の見解であり、映像資料等と照らし合わせると事実と異なる点も見受けられる。 事故死した、フランス人ドライバー、ピエール・ルベイはスポット契約でメルセデスに乗り、この年のルマンに出場していた。1952年のルマン24時間レースでは、タルボラーゴに乗り一人で23時間ドライブ、し続け、優勝目前まで行ったが、疲労のためシフトミスをおかしエンジンを壊してリタイア、したという経歴を持つ。タナボタで優勝した。 メルセデスのアルフレート・ノイバウアー監督は、ルマンに、我々が復帰するときはいつでも、我々の車に乗ってもらうと、ルベーをねぎらい、その約束を守った。しかし、大会前の練習走行のタイムから、49歳のルベーが、最新型の 300SLR を乗りこなせるのか、疑問視されていた。スターリングモスは、マックリンとの接触について、もし、 ルベーより若い人だったら、結果は違ったかもしれないと述べている。現場検証に立ち会った、マックリンは、自分の左側には4.9メートルのスペースがあり、通常の方法で抜くことができたはずだと述べている。しかし、実際に、事故の瞬間を捉えた映像では突如左に大きく、ラインを変えた、マックリンを回避できるほどのスペースは、ほとんどなく、仮に、 ドライバーがルベーでなくとも接触の回避は不可能だったとされている。ルベーの後方にいたファンジオは、著書、ファンジオ事典』の中で、ルベーは、マックリンのオースティンヒーレーの左側を通り抜けようと、必死の操作を試みたが、それは不可能であったと述べている。接触の直前、ルベーは左手を上げて後方に合図しており、ファンジオは、私が今も生きていられるのは、ルベーのおかげである。 私に警告するために挙げた手が、さよならを言うために挙げたように思えると振り返っている。メルセデスチームは自主リタイア後、速やかに撤収作業を行いサーキットを後にした。12日早朝にフランス警察が国境検問所に対して捜査のためにメルセデスの輸送隊を足止めするよう連絡したが、彼らはすでに国境を越えて西ドイツに戻っていた。 その手際の良さがかえって、マシンの欠陥やレギュレーション違反が発覚するのを恐れたではないかという権威を招いた。なお事故後に、ダイムラー・ベンツが公式声明で、事故の原因は、ジャガーに乗るイギリス人のマイク放送にあり、メルセデスはむしろ被害者だと述べたことで、イギリスでの風当たりは特に強かった。ルベイのマシンが黒煙を上げながら激しく炎上し、 消火作業中に再度爆発したことから、エレクトロン製のボディが発火したのではないか、燃料に違法な化合物を添加していたのではないかと噂された。ルマンでは全車に指定燃料の使用が義務付けられており、給油作業時にはオフィシャルが成分を検査するという手続きがある。メルセデスは、車検でもわからないような部品にニトロメタンを隠しておき、 走行中に燃料に混入していたのではないかという説である。メルセデス・ベンツの監督、アルフレート・ノイバウアーは記者会見で実験をしてみせ、電気メッキした金属を加熱して、水をかけると煙と炎が巻き上がることを説明した。燃料疑惑については、フランスの捜査当局が回収した残骸の中に燃料噴射用のモーターがあり、 残留燃料の検査から規定通りの成分であることが証明された。この違法燃料説は後々まで語られることになるが、ファンジオはたわごとだ。あんな素晴らしい車にそんなものいらないよと一生に付している。なお、メルセデス・ベンツのノイバワー監督と広報担当のあるトゥル・ケザーは自主リタイア後の迅速な撤退の理由について、 苦労して開発した燃料噴射システムの秘密が知られてしまうのを避けるためだったと率直に語っている。1955年の5月6月にはモータースポーツ界にとって衝撃的な死亡事故が相次いだ。5月26日には、会一の2年連続王者、アルベルト・アスカリがテスト中に事故死し、5月30日にはインディ500で3連覇を目指したビル・ブコビッチが、 多重衝突事故で死亡した。そして6月11日にルマン24時間レースの第3次が発生した。これらの事故により自動車レースを危険とみなす論調が国際的に広まり、フランスとイタリアでは一時モータースポーツが自粛され、スイスではレース開催を禁止する法案が可決された。海1世界選手権はフランス GP、ドイツ GP、スイス GP、 スペイン GP の4戦が中止となり、メキシコの行動耐久レース、彼らパナメリカーナメヒコがキャンセルされ、イベント自体が打ち切られた。しかし2年後の1957年には、ルマンと並ぶ人気イベントだった行動レースのミッデミリアで、再び観客を巻き込む死亡事故が起こり、コンストラクターのフェラーリの責任が問われ、ミッデミリアそのものが廃止となった。さらにパワー競争をよく、このように、 1955年のルーマンの悲劇は、観客への安全対策とマシンの性能抑制という意識改革をもたらすきっかけとなったが、レースに死の危険は付き物という状況はその後も続いた。当時の認識では、事故で潰れた車体に閉じ込められたまま火災に遭うよりも、車外へ放り出された方が助かる見込みがあるという理由から、シートベルトを装着しないのが普通だった。その後、 ジャッキー・スチュワートなどのレーシングドライバーによる啓蒙活動とサーキットの医療体制の充実、レーサーの装具の難連性向上、車体側の安全基準の厳格化など、長い時間をかけて継続的な安全性の向上が図られていった。メルセデスは前年から本格的にモータースポーツ活動を再開し、第1と耐久レースで華々しい成果を収めていたが、 ダイムラーベンツ経営陣は、レース部門の予算と人員を市販車開発に集中するため、ルマンの前にこの年限りで、会一から撤退することを表明していたが、ルマンの後にも改めて表明した。耐久レースには、翌年も参戦する予定で、300SLR クーペタイプの製作と、新型エンジンの開発を進めていた。選手権最終戦、タルガフローリオに優勝し、 マニファクチャラーズタイトルを獲得した10月16日の夜、ノイバウアー監督は全レース活動を休止するという本社の決定を知らされた。休止期間は数年間とされていたが、彼らが活動を再開し、ルマンに戻ってくるのは30年後、1985年であった。この時はプライベートチームザウバーへのエンジン供給の形であったが、1988年より、 ザウバー・メルセデスとして公式に復帰している。1952年優勝時にレース関係者に 300SLR のミニカーが配布された。しかし1955年のレース中に起きた悲惨な事故により自主回収の後処分された。だが回収の手を免れ残ったミニカーがわずかに存在している。出走60台中間走21台、リタイア39台。 ありがとうございます。